喋れ喋れって、ね、あえてこの沈黙を作ろうかなって、わざと作ったね、ね、はい、というわけでね、月曜19時はズバババババサラお時間でございます。よろしくお願いします。バサラ小高勇です。よろしくお願いします。お願いします。同じくプロレスリングバサラ佐賀とです。お願いします。青森から帰ってきたんでね、はい、今日あの朝の8時からプロレスリング工作に出てきて、はい、プロレスリング工作に、はい、謎の団体に、年に1回しか活動しない。畑中さんは怒ってなかったの？大丈夫？まあそれに関してはいろいろあったんで、あの、はい、触れないようにしましょうか、ね、はい、僕からは何もあの言えないです。はい、そういうね、いろいろありましたというわけで、伊沢さんもね、昨日はタイトルマッチで無事ね、はい、はい、スプリットオブ頑張れ、はい、なんとか防衛しました。なんとか防衛してね、はい、というわけでお互いあのまあある程度顔の死んだ状態で今日はね、そうですね、はい、あの疲れてます、はい、疲れてます。タイトルマッチ疲れと、無茶な弾丸ツアー疲れで。ちなみに朝何時、昨日試合だったんだよね、はい、昨日何時に向こう着いたの？昨日朝の、昨日の朝6時半に青森着いて、6時半に青森で何時に出たの？夜の10時ですね。おとといの、はい、土曜日の夜10時に出発して、何で？あの夜行バスで。あで、12時間だから6時半か、ちょっと早めに着いたんですよ、ね、バスが、はい、本当7時だったんですけど、はい、で早めに着いて、はい、でそこから興行は何時なの？興行は3時です。ああまあ、はい、ただそのなんかお祭りの中だったんで、お祭り時が12時ぐらいで始まってみたいな、で終わって、まあ大体3試合があったんで1時間ちょいで終わって、うん、で撤収パパッと終わらせて、で7時ぐらいから打ち上げやって、で、まあ、で10時に夜行バス乗って、うん、7時に到着予定が、50分 の遅れで。そっちは遅れるんだ。はい、あの朝 の川口のインターのところで、はいはいはい、自己渋滞が朝から起きて、自己渋滞ね、ああついてないと思うから、で結果あの1時間遅れて、お互い顔の死んだ状態で帰りました、お疲れ様でございます、はい、今回も中野と一緒、はい、中野と、はい、ね、彼はあの大太刀はさすがに持ってこれなかったというか、ああ当たり前ですけど、はい、あのシンプル、そうだね、シンプル、あの1メートル50センチまでらしいんで、なんか一応そういう持ち込み、はい、メールものがね、はい、はい、てかそのかなかなか調べたらしいんですよ、うん、あ、調べたんだ、調べてまで持ってこうとしてるんですね。ちゃんとあの久々のあのなんか普通の方の方を持ってました。あ、懐かしいと思って、あのな、大太刀伊佐美さんが遊んでた。今度も遊びますけど、ね、行きましょうか、ね、行きましょうか、はい、というわけでね、トリゴイアズリエフもご覧の皆様へお知らせです。当局は入れ替わってる。え？ DJ が2人とも入れ替わってる。あれ？本当だ。どうした？あれは帰りよるぞ。まあそうですね。当局はコロナ禍での開局をいたしましたため、スタジオ内は窓があります。放送中に緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入り、放送中お聞き苦しい点もございますが、日本一尖った放送局としての生放送を一緒に体感ください。引き続きご贔屓にお願いいたします。ニヤニヤするな。すっごい笑ってこっち見てるんですね。失礼ですよ。なんでしょう、なんだろう、あの動物園の、いや本当に気持ちです僕ら。あのライオンとか DJ が笑いながら見てるって。パンダってこういう気持ちなんだって思いながら。いや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 、今に見てろよ。いや本当です。というわけでね、こちらのね、あのあそこのガラスぶち破ってね、あの物理的に。あの最後の回、最終回あそこぶち破って。多分それ最終回僕らあのワッパかけられて終わりですよ。ワッパかけられますかね。伝説を残すっていう。いやー。きちかいだろ。ね、それダメだって。そのワードがダメなんだ。もういいんじゃないかね、これここまでいったら。まあまあいいらしいけどね。よっしゃ。ね、で番組のお便りをファックスでも送れるようになりました。ね、コメント通してあなたも番組に参加できます。ファックスの宛先こちら、0358294815までお願いします。はい。ね、今のところね、4回連続ファックス来てるんでね、はい、もう毎回ファックス来ることを期待して。で、シャープズバババサラで。はい。ぜひ。X。はい、ツイッターの方でつぶやいてくれると、ね、特に今日はすごい嬉しいです。はい、
はい、今のところですね、はい、1件、ね、話題が1件でございます、はい、さん、はい、恥ずかしがってね、どんどん送ってください。そんな話題を送ってくださった、はい、室井先生の著書はこちらでございます、ね、はい、こちら少女の森、3巻現在3巻まで出ております。というわけでね、こちら3巻までこちら最新刊の3巻、はい、でね、ウェブコミックガンマで、絶賛連載中ですので、そちらでもね、皆様ぜひ追っかけてください。はい、プロレスファンだと結構知ってる名前、ね、ボコボコ出てくるんで、そうなんで、ね、面白いかと思います。はい、ぜひぜひお願いします。そんなわけで、はい、そんなお便り1個消費してしまいますか、はい、消費してしまいますか。お疲れ様です、はい、スペトガマガレ世界無差別級防衛 おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。大岡さんは紙切りデスマッチをしたそうですが、勇さんは紙切りデスマッチをやったことはありますか？またやってみたいと思いますか？ PS かまぼこは紙ごと食べないから。それこの間の誕生日の時ですね、かまぼこを差し入れてもらったんですけど、はいはいはい、紙ごと食べてたんでね、私。なんで酔っ払って紙がついてるかどうかわからなかった。あの紙ついたら飴じゃないんだから、紙ごと食え、紙ごと食え飴。紙ごとじゃないよ。なんかあんですか、なんか紙ごとくれ飴みたいなやつ。だから紙じゃないんだよあれは。まあ正確には、うん、オブラートって知らない？あー、あの、え、物の例えしか知ってんすけど。物の例えってみん、あ、え、まあぶっちゃけ知ってますよね。まあ、知ってオブラートに包んでくださいってそういうことだからね。はい、知ってます。さすがにそれは分かってる。はい、さすがにそれよかったんです。しょっちゅう薬で飲んでるんだよ。それがあの飴のあれですよ、はい、ね、ボンタン、ボンタン飴、名前だからボンタン飴だ、はい、これがオブラートです、ええ、外してたな、ちゃんとボンタン飴にバラエティパックなんかあんの？バラエティパック？なんかあのカーネルバラエティパックみたいな、ええ、氷分すごい量、さつまいもキャラメル、あ、なんかボンタン飴出した会社のボンタン飴ってさ、はい、歯の詰め物が取れるイメージしかないよね。でもああそうっすね、うん、大体この箱に入ってる系のやつはあのキャラメル含めてもほら歯壊しっていうか歯壊しだよね。作り歯壊し、ね、完全に銀歯狩りとして銀歯狩り、ね、もんだめ、親からしたらもうふざけなてめこの野郎ってなんで、はあ、懐かしい懐かしいな、もうしてねえな。紙切りデスマッチ沢田さんはどうですか？わあ、でもこれはしたいというかやっぱこういう時ってしたことないですよ僕。あ、ない、はい、私はあるんですよ。あ、あるんですね。私はあります、随分昔ですけど。ユニオンの時ですか？ユニオンの時に、あ、ガンノスケさんとやった。あ、やってましたね、なんか、うん、昔なんか見てましたね、なんか、あ、ガンノスケなんかユニオン新に来た時ですよね。そうあの武井さんとかでしたっけ？そうそうそう、はい、あ、懐かしいですね。一回髪切りをやった。あ、まあ、あれはやりたいというかやらざるを得なくなった状態ですからね、あれ。まあそうね、追い詰められてる人間が大体やることを、ね、自分からやりたいとはさすがに言いたくないですもん、髪の毛とか。だからそうね、いや、でもさ、はい、さくらさんとかだ、確かに自分からにしてなかったっけ。あ、でしょ、根山さんか誰かとのタイトルマッチを、はい、自分から、はい、髪切りデスマッチに変える、デスマッチっていうのか、髪切りマッチに変えるみたいな、はいはいはい、ことを言ってた気がするんだよ。あ、一時期さくらさん坊主にした時ですよね。そう、まあ、結果自分が負けて坊主になってしまったんだけど、はいはいはい、そんなのあったな。そうですよね、あれはこう自分からだよね。もともとああいうのってほらなんかメキシコがなんか元祖じゃないですか、なんかそのマスクが海外か、そう最終決着戦みたいな感じで、メキシコだったらそのなんかマスクマンと菅野レスラーが戦ったら坊主にするか、なんかマスク取るかみたいな、うん、壁じゃなくコントラ、はい、マスカラ、はい、っていうのがあるんで。だから畑中さん髪切ってないんだよ。ああ、そう。だからもしなんかあれはメキシコだと、はい、髪が長ければ長いほど、はい、その試合なんでかぶる、なんでその帽子深くかぶったの。あ、急に目見えなくなったから。いやメキシコだと髪が長ければ長いほど、はい、その髪切りデスマッチに対するこうリスクがでかいじゃん。はい、だからギャラがどんどん上がってくるんだよ。あ、髪が長ければ長いほど、はい、だから佐賀と俺じゃもう3倍ぐらい違う。ああ、ギャラが、まあそうっすよね、うん、だってうちで今一番長いの中塚だったし、あれうちだって一番長い、もう俺か中塚じゃないじゃないですかね、うん、だから
が多分かあのメキシコ壁地でやったらもうギャラは多分普段の何倍も。そうそうそうらしいよ。だからリスクがあるからね、その分。あ、なんか前それだから畑中さんは切らない。はいはいはい。その亀切りデスマッチのオファーが来ても、はい、受けられるように、はい、切らない。はいはい。あの前なんかのほら小林香穂さんって女子の選手いるじゃないですか。はい。あれとかあのメキシコ的に日本人の女子で初めて壁地ら戦やって、日本人女子初めてなんだ。確か初めてらしいんですよ。しかもメインでだから。その時のギャラなんか相当高かったって話聞いて、あやっぱり女子だし、髪かけるって、ね、しかも日本人で初めてっていうから、あまあやっぱそのねでも、まあギャラがまあでも負けちゃうしな、負けてか、まあ負けた時のリスクを考えたらな、そうですね、別にいいけどな、ボスでも、まあそうですね。昨日の大川さんの写真とか見たけど、なんかひどいからこう真ん中だけやってなんか落ち武者みたいになってて、はあってね。大川その後、はい、あの自分で坊主に、はい、綺麗に坊主にした写真上げてたけど、はい、全然いいねついてない。切ない切ない全然いいねついてない切ない。多分高木さんがツイートしたやつの下手したらいいねが、あツイートした、はい、あ見てないです。なんかあの46歳に見えないみたいな、まだ30代見えるって言って確かに分かる。そっちの方がいいよっつって。大会情報いきますか。いきますか。はい。10月の顔文字3大会でございます。ね、12時、の部かな、これは。12時、15時半、18時半、お得な投資券もございます。はい、各大会共通料金でございます。指定席5500円、当日6000円、はい、スタンディング3500円、当日4000円、3大会投資して1万5000円、当日1万6000円、3大会投資指定の FC 先行販売価格が1万4000円、こちらが終わってるかな、はい、はい、アンダー18チケット1000円です。当日のみスタンディングになります。よろしくお願いいたします、はい。入場時、ドリンク代、別途500円必要です。カードで使えない会場です。現金のご用意をお願いいたします。お願いします。はい、第1部。じゃあ、詳細を、ね。プロレスリングクラッチでございます。ねね、はい、クラッチ工業。クラッチ工業です、ね、あ、リルさんが、ね。リルさんができてね。はい、ね、11時半会場の12時開始です。はい、会場は同じくオージベントモンスター。はい、こちら出場選手が、クラッチに、はい、出たことがある、まあ、出勤経験がある人たちのみで、はいはい、店長中津さん、はい、中津亮太、塚本匠、下村大輝、佐賀と藤田茜さん、はい、これ、初参戦であり、はい、バサラでは初女子が、ね、初女子ですからね。まあでも、まあ、バサラじゃないんだけどね、プロレスリングクラッチ、まあまあまあ、はい、トランザムヒロシ、アントニオ、本田、中野貴人、リル・クラーケン、関根隆一、阿部文雄、レマス、大岡淳、小高勇、以上13名となっております。はい、対戦カード、歌のコーナーえ、対戦カード初っ端これ初っ端だから第一歌のコーナーですよ。なるほど。戦、トランザムヒロシ、塚本作目、アントニオ、本田、他おお、他でございます。怖い。お願いだから俺嫌だ。いや、だからこれはもう中津が決めた人になるんじゃないですか。はい、だって特にこの歌のうまい3人が揃ってるわけですから、もう。あ、確かに、そうだね。だって、広瀬さんと安藤さんに関してはバンドとかやってるわけですから。で、塚本さん、歌のうまさ、僕らも知ってるじゃないですか。はいはい、うまいし、渋いし、かっこいいしみたいな。はい、いや、ここはもう佐賀さんがいい。あ、一番向いてない。中津にしましょう。あ、中津が一番、あとは分かんないですけど。責任を取ると。責任を取る。歌のコーナーをして、まあまあ、はい、タッグマッチ、トランザムヒロシ、トランザム亮太対トランザムタカト、トランザムイカ。ああ、これはとんでもないことになるぞ。トランザムマッチですね。はい、久しぶりに見るね、これ。久しぶりのトランザムマッチですね、うん、あれ以来じゃないですかね、ほら、トランザムエイドの時の。あれ、ちょっと王子でやってた。はい。はい、2代目トランザムヒロシを決めるマッチの時の。はいはいはい。やってたね、あれ、やりましたね。すぐに2代目を決めたがるからね、プロレス界 は、ええ、この間も2代目阿部文則を探せと本人いるのに、2代目阿部文則は初代阿部文則だったっていうね。うち2代目関根隆一も探してましたよね。探してました。あれは確か
安倍と浦野さんに何なんだこの何なんだこの業界は失礼をお待ちでございます、はい、もうだから伊佐美関ね龍一下村大輝あこれもう民族の泥沼合戦が泥沼の、はいね、シングルマッチでございます。安倍文雄 VS 矢沢矢沢なんだ矢沢です ね、まあいわゆるバサラ内でも初登場の矢沢が確かに、はい、アントニー本田いく何回もですけどね、はいね、アントニー本田が怪我したら必ず出ると言われてる矢沢がね特に怪我もせずに矢沢出てくるんで、はい、これは楽しみですよ皆さん怪我する可能性はありますけど、はい、まあそうですね塚本作美藤田茜は佐賀と正岡潤となっております、ね、これがまたすごいですね初参戦でいきなりハードカツかな茜さんでも茜さんハードがやっぱその得意な人ですからね、うん、逆多分ハードから経験してたら、ね、まあそうですよねプロミネンスとかそれこそスターフッターとかでで塚本さんはもう矢沢がデスマッチのチャンピオンになってるし、うん、逆に僕らの方がそのハード化経験少ないんじゃないかって僕もそうしそうね正岡選手も久しぶりの参戦になるしそうですね多分あれ最後ですかねほら塚本さんと後楽園でハード化やったいや高島平があっその時来てましたね、うん、そうでもほんと久々の参戦ですね正岡さん、はい、だから結構楽しみですねはい楽しみなはいというわけで以上で、ね、となっております、ね、以上一部でございます全歌込みで5そうですねはいじゃあ第2部にドドン、うん、はい15時開始でございます、はい、あ15時半開始ね15時会場です、はい会場は後で会場は東京ジベースベントモンスター、はい対戦カード、はい、トーナメント1回戦、この日からアイアンフィストタッグトーナメントが、はい2023が開幕しますはい、はい、で、2部の方で1回戦の2試合、はい、はい、トーナメント1回戦、つとも大杉バナナ千賀 VS トランザム広志、風戸大地と、はい、ね、あ、ね、まあ、バサラで最強のタッグチームのね、SOS と違う意味で最強のタッグチームが、ねはい、戦うという、嫌な予感しかしない、はい、いや、これはいい試合なんですね、楽しみでございます、楽しみですね、はい、トーナメント1回戦、小高勇、龍豪馬、かっこ高卒中、VS 安浦のアントニオ本田、はい、これも、どうやるか分かりますあのとうとう龍さんがトーナメント参加するあれアイアンフィストって龍さん初めてですよね多分アイアンフィストは龍さん初めてですそうですねはいで勇さんと龍さんというこの、はい、ベテランへユニオン相手がベテランなんですよキャリア入ったら相手の先輩ですもん、ね、相手の先輩なんですよ浦野さんしかもなんなら昔組んでた人たちだしそうですあのクライングループとかでああ懐かしいええ本当だあのか声だけだったね、日野さんとあの内緒ですよでこれラジオ聞いてた人だけが、はい、ちょっと得をする情報を、まあ、一つだけ言っとくと、はい、私はこの日は、はい、あのスーツで試合しますおおこれはノーツイートですねこれはノーツイートですこれはノーツイート案件で、はい、ノー X ですはい、ノー X ノー X って言うんぞそうノー X か、うん、ノー X 過去旧ツイッターめんどくせえノー X ノーアーカイブでお願いします、はいこれは今のがぜんいいですね来てます、はい、スーツで試合します、はい、いいですね、はい、これはぜひぜひ皆さん来てくださいそしてねリュウさんに合わせていきます、はい、逆にリュウさんがプロスのコスチュームって言ってもあるかなと思ったんですけど、はい、リュウさんが尻尾を生やすことはありません私がスーツに寄せる、ね、じゃあ次の試合、6人タッグマッチフーマ、クビート、リル・クラーケン VS 中野タコと神野正人、阿部文則、はい、横文字対縦文字ということでそんな説明いいけど、まあ、まあちょっとそうじゃないですけど、まあまあ アイアンプリーストウィズ・リル VS、IG ウィズ・阿部、はいね、これもでもあ、なんやかんや中野神野阿部って結構なんか組んでるイメージなんかありますよね。そうね。だから結構連携は取れてるような。うん、で、セリエ町が佐賀と中津、はい、下村の3人。はい。早い2人に囲まれたって一番の。ああ、これは佐賀さん不利ですね。大不利ですね、はい。しかも完全に私の扱い分かってる中津がいるんで、はい、ああ、これは頑張ろうと。これは不利ですね。これだいぶ不利ですね。で、シングルマッチが塚本作美 VS 関根隆一。これ久しぶり。本当に久々ですよね、これ。うん、だって、関根さん復帰してから塚本さんとシングルってないですもん。ないと思う。なんなら関根さんはシングル多分復帰してからないっす。シングルないかな。ないっすよね、多分、うん。初シングルじゃないですか、復帰後は。しかも塚本さん、全チャンピオン。ね
もうコツコツ系で同士のもうファイトが、はい、の前後試合となっております、はい、お昼もご期待ください、はい、ぜひ。じゃあね、夜の部どん、はい、夜の部です、18時半開始、会場は18時となっております、はい、会場は同じ工事ベースメントモンスター、対戦カードです、アイアンフィストタッグトーナメント1回戦、下村大輝、藤田稔 VS 風磨クビートと、はい、現タッグチャンピオン VS、うん、ユニオンマックスチャンピオン、はい、そして初代のアイアンフィストタッグトーナメントの覇者でもあり王者でもある、はい、だからこれは現チャンピオン的にはやっぱ超えなきゃいけない相手でもあるし、ではありますね、はい、で逆にやっぱ向こう風磨さんからしたら超え、ここを超えて、まあそのチャンスを、うん、っていうのもありますしね、はい、これはで、トーナメント1回戦です、塚本匠、佐賀と VS、中野田ほど上野正人と、はい、先日の大阪大会で、まあ、無事と言っていいのかな、まあそうそう、解散、スパーキー解散しまして、はい、まあ自由の身となった佐賀とが、はい、まあ自由、まあ、本当自由でしたけど、ちょっと言い方ちょっといろいろとあの誤解を招くんで、ちょっと、あ、そうですか、はい、すみません、自由の身となった佐賀とが、まあまあまあ、一人になった、とりあえず誰と組むのか、塚本さんが、はい、はい、あのバサラ最重量タッグとして、最重量タッグであり、はい、バサラの後楽園大会のメインで組ん、まあ、戦った2人、はい、まあ、だから全チャンピオン、はい、いただき覇者が組んでるわけですよ、はい、これはなかなか、はい、負けられないんじゃないですか、これはそうですね、あのタックル機で言えば当然あっちの方が強い、中野神の方がね、タッグとしては上ですけど、でも、うん、やっぱ僕らのそのここで、まあ、地図的に、まあ、出したってもあるし、え、あ、この力でこうなんか何て言うんだろうね、ちょっと今ね、今言いながら今すごい誤解もあることで言いそうになったんで違うってなんでしょうね、やっぱその変な話、ほら、まあやっぱちゃ、その元ちゃんやっぱ一番でかくて、はい、次が、はい、シングルマッチ、そうだ、でこだ、ランザの広島 VS スタモ大杉となっております、はい、これは楽しみですね、はい、いいですね、いいシングルです、いいシングル、6人タッグマッチ、関根隆一、阿部文則、バナナ千賀 VS 中津亮太、風戸一、安浦野と、坊主対ふさふさです、言い方わほどだあー、これで浦野さんも黒だったらもう坊主対黒髪、坊主対黒髪だったんですけど坊主対ふさふさです、はい、そうですね、はい、シングルマッチ、小高勇み対リル・クラーケンとなっております。これも久々のシングルですね、はい、これは久々ですよ、ですよね、はい、だリルさん成長してるんで ね、 ね、ほんと成長しましたね、はい、それがすごい楽しみ、はい、というね、以上全5試合、はい、はい、となっております、料金改めていきますかね、はい、指定席が5500円、当日6000円、スタンディング3500円、当日4000円、3大会投資して15000円、当日16000円、3大会投資して14200円、ファンクラブ先行限定販売価格、アンダー18チケット1000円です、当日のみスタンディングになります、入場時ドリンク代別途500円必要です、カード類の使えない会場です、現金のご用意をお願いいたします、販売場所チケットピア、チケットペイ、チケットは予約専用となっております、はい、一般発売もう始まっておりますので、始まっておりますというかもう、もう今週末なので、ね、はい、はい、ぜひご期待ください、あと5日、はい、あと5日ぜひよろしくお願いいたします、お願いします、ありがとうございます、いや、さあ、さあお便りが、来ましたね、来てますね、はい、じゃあ行きましょうか、こんばんは、お、絶対決めないってね、これも後でね、もうすぐですね、もうちょっと、はい、もうちょっとね、こちら、こんばんは、オープニングからペヤンカ鎮座していますね、ね、いろんなメーカーの焼きそばがあると思いますが、お二人の推しカップ焼きそばは何ですか、でもご先にもいいか言ってからえ、というわけでね、今我々のテーブルにはこのペヤンカを置いてるわけですが、推しカップ焼きそば、はい、まあ、僕はね、やっぱりこのペヤンが一番好きなんで、もうもともとやっぱその心が推しカップ、推しカップで一番好きなカップ焼きそばってことですよね、僕はこのね、ペヤングか UFO のどっちかですね、僕はもうやっぱりカップ焼きそばはね、ああ、お店の一平ちゃんかな、ああ、あれもいいっすね、一平ちゃんもいいっすもんね、ただどれも味は変わらないよ、あー、久々、久々、し、久々、し、し、そんなことないよ。
俺も味は変わらない。 UFO とかソース味濃いよ。もう今からこれ作ろうとしてるのなんてこと言うんですか。俺も味は変わらないけど、 それを言っていいのはかき氷のあれだけなんですから。シロップね、シロップ、ブルーハワイとか全部味同じっていう、全部味色が違うだけなんです。まあもうね、今ねこれ作ってね、ちなみにね今これやってるのは何ですかっていうと、これはアズリの方でね、このペヤングメーカーをこうなんか提供してまして、はい、1000円でペヤング食えるっていう、はい、ペヤングメーカーレンタルとペヤングの超盛りできるって言って、これが控え室に置いてあったんですけど、はい、過去やった人が誰もいないらしくて、はい、じゃあやろうかと思ってそういうことですね、はい、過去やった人一人もいないらしいですか、いないから、まあ、これを買って結構、まあ、そんな経ってないのかな、まあでも確かに、まあまあ今週初め来て初めて見たもんね。いや、先週ありましたよ。嘘、はい、見てないわ。確かに9月11日スタートって書いてある。全然前から始まった。全然前からありましたね。約1ヶ月経ってるんで、まだ誰もやってない。やっちゃあ、これ僕の第一号やろうと思って。僕はやらないですよ。はい。一人で勝手に食べてください。はい。じゃあ、なんなら早食いでもしましょうか。いや、あ、本当ですか？はい。お、ええ。やっぱ、これレスラーがこれやったら、それはもう早食いやるしかないでしょ。メガを。はい。この超大盛りを。超大盛り。ええ、あ、メガじゃないか。メガ大盛り。はい。ただ、これの、はい、タイムアタック2として何分がいいんだろうと思って、本来の目標は、いや、わかんないけど 2じゃない、2分ですかね、うん、2分な気がする、うん、ね、これね、2分ね、じゃあ皆さんもね、ぜひね、多分ね、この温まり具合的に言うとね、40分か45分ぐらいにこう始まりそうな気がするんで、はい、はい、これ食ってエンディングかな、はい、が一番いいっすね。、うん、はい、意外と早くできて、なんか意外とあやまやまってなってる、それまでずっと言う、沸かしとこうか、ずっといっぱいゴミあるし。ほら、冬になってくると、はい、湿度、そうですね、結構乾いてきたなと思って、こっち行った。さ、次のタイル、ああ、あれ、これはあれかい、お礼用か、どうですか、今この救急車、俺が喉詰まらす最後の。あ、だからその、ゲーするときはそこで、伊沢さん、ゲーもまあまああれですよ、放送禁止じゃないですけど、ないけど、ほらブーツだ。あとペヤング食ってゲーするぐらいの胃だったら、プロレスラーやらないほうがいい。だいぶ消食すぎません、これでゲーは。こんな体験しといて、いや、でも早食いの場合喉詰まらせてゲーはあるから、ああ、これぐらいだったら大丈夫と思うんですけどね、なんか、いや、次どうぞ。あ、違うんですか。お疲れ様です、社長、ベルト防衛おめでとうございます。ありがとうございます。そして坂田選手も遠征お疲れ様でした、ありがとうございます。質問なのですが、お二人のここぞという時に必ずやることがもしあれば教えていただきたく思います。ちなみに私は大事な撮影の時、お世話になっている方のグッズを身につけています。ああ、なるほどね、ここぞという時に、はい、もうユンケ、ああ、そうですね、僕もユンケル D2 です、ね、はい、はいはいはい、僕は昔仕入れに教えてもらった魔剤っていうのがあるんですよ。ブラックコーヒーの蓋付きの缶があるじゃないですか、はい、あれを開けてちょっと飲んで、もう本当にちょっと飲んで、うん、残ってるところに、あ、ごめんなさいね、残ってるところにユンケルを入れて、そこにユンケル入れて、それをシェイクして、それを一気飲みした後に、羊羹とか甘いものを取るっていう。へぇ、それをすると脳でね、いろいろ覚醒するんですよ。その甘いものと、それ、うん、カフェインとかで。ほ、うんと耐えてました、それやるっていう。だからよくなんか昔からなんかこう、なんか限界社畜さんがなんかそれをやって、なんか頑張るみたいな。これ、ソースも先入れた方がいいよ。あ、伊沢さん、ちょっと社長なんてこと言うんですけど、バカ。カップ A 焼きそばでいって。ソースと胡椒は先に入れるんだって。カップ焼きそば一番やっちゃいけないやつ。まあ、逆にこれならいいのかもしんないけど、いやよくねえな、多分。で、これをこうやって入れて、はい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 、え、あ、これ麺だな、これベビースターみたいな。なんか、シェットの食っちゃうんですよ、こういうの、ね、これをね、まあ、こうやって今、ほじほじしながらね、しばらく待つと、はい、多分なんかこう、あれしな、あ、買い込むか、これ、はい、
これね、ね、これなんかそのうちなんか第2回第3回だったらこれをアレンジコーナーの回とかあってもいいかもしれないか。ペヤングをどうアレンジするかの。あんまりその僕普段ペヤング食ってくる結構物をいろいろ足したりして食ったりするんで、それこそなんかあのレトルトのカレー入れたりとか。これ、はい、これすごいこと言っていい。なんすか。これじゃなくていいんじゃない。あちょっと失礼します。社長社長もっと余裕入れて、入れたらいいじゃない。社長社長社長これでもあれね、きっとあれなんだよ。はい、あの、お湯入れて今ペヤングメーカーとして使ってるけど、はい、普段はお好み焼き入れたらもきっとできるんだよ。はい、まあ、これで、ホットプレートでしょ。はい。前ホットプレート、はい。これで焼けるんですよ。できるんだよ、きっと。はい、それができますよ。普通に焼くこともいいし、これで、沸騰してるところにお湯入れると、これはその普通の焼きと違って焼き目がつくんで、みたいな感じなんですよ。これ確か。できるかな。多分あのフライパンのほら、昔の時袋麺の焼きそばのあるってあるじゃないですか、フライパンでやる。あれみたいな感じだと思います。いや、まあそんなのどうでもいいんだけど。いや、いいんかい。いいんかい。もう、今だいぶこのメーカーさんに対してちょっとあの、謝罪案件もらったけど。あとちょっと伊沢さん、だからあのあっちのスタッフさんがねすごい上を見てね、大丈夫これならないってことで、ああ、手をね、待って、いやならないよ、湯気だから、湯気だから湯気だからならない、なんかそのチェック、そもそもそれでなるとしたら企画ミスだよこれ、俺はそのチェックしてないなんて前しもって、嘘でしょって、いや湯気だから大丈夫、まあ大丈夫ですよね、煙じゃないから、いやいやいや。まあ、そうですね。あ1分ぐらいしたけど、ほら、混ぜないと、ほら。まあ、そうですね。やばい。ここぞって、でも、なんか、行動的なものもあるよな。ああ、そうですね。僕はそれこそ、まあ、ここぞという時ってね、本当に、まあ、それこそ僕は、まあ、僕も家ちょっと、まあ、主は言いますけど、まあ、仏教の家なんで、本当になんか、大抵間違いが、もう、なんか、何があってもいいように、こう、なんか、こうでも、本当に大事な人が、こうやって、試合前に。結構でも、それは、ここいつもやってる人も多いじゃないですか、なんかレスラーさんで、うん、だからなんでお前右ばっか混ぜて左こっちが混ざってないんですよ、混ざってないんですよ、多分一回ひっくり返さんというか、あーひっくり返さん、あっちょっと、え、嘘、ごめんなさいすいません、すいませんそう、お前ほらお前ほら、その短パン履いてるからそうそうわざとじゃない、先輩にお前お湯ぶっかけてて爆笑ってなんだお前そうっすね、すいません、なんか面白くなっちゃってああ、お疲れ様ですお彼岸終わっちゃいましたが、綺麗な万寿手芸彼岸花の別名がまだ咲いてました、嫌いな人が多い花ですが、お二人はこの花は好きですか。あ、ヒガンバナ、はい、あ、ヒガンバナの別名なんですね、これが、うん、マンジュシャゲっていう、はいはいはい、僕はこの花結構好きっていうか、なんかあのそれこそ最寄りの駅のところの、その無料駐車場があるんですよ、その駅に、そこにオートはキラキラって言ってます、言ってきるだと、なるほど、はい、おじゃあこれからキラキラって言いましょう言わねえな、多分普通にお前次飛ばしたら本当に手入れるやめてくださいよ、そんだもう多分そうは言えないと思うんで、はい、飛ばしたら本当に流れそうやな、これえ、俺全然はい、ヒガンバナ好きだから、俺が入院したら全員みんなヒガンバナ持ってきてもらいたい、不吉あの俺が入院したらみんなヒガンバナ持ってきてくれ、それ大トンチキですよ、それやる人はあのちょっと、もしかしたらもしかしたらだけど、はい、うちのおかんが悲しむかもしれないあの悲しむって多分あの伊沢さんのお母さんが多分あんた社員にどう思われてんのってなんかそんな顎折れて入院してる人に草加せんべいあげる人じゃないですからまあいたんですけどね、伊沢さん顎折れて入院した顎折れて入院した俺の一食目が固形食だったけどねそれもどうかと思いますけど、まあ、本当にだからうちの坊選手が伊佐さんの顎に入院したときに草加せんべい渡したって聞いて嘘でしょって言ってしかも普段そんなミスしなさそうな人がそんなんあったっけ、ほらあれさ、リュウさんですよ、リュウさんが、あーあったあ、これじゃないわって言ったんだ
僕らとかそのふまさんとかのなんかゼリーとかそういうなんかの柔らかいものしたのに、はいはいはい、しかもなんかリュウさんとかほらなんかその楽とそういうトンチ聞いたなんかコペかなったらマジで天然でやったやつですね。あれ水が多かったんじゃないか。ちょっと多分、いやでもこれで多分パチパチになってくるんで、それでまだまだまだすんだろ。じゃあ頑張ってください。はい、頑張って。いやそうですね、これはもう今これ見てたら今どういう気持ちだ。今みんなペヤングを買ってるのかな、これで。ペヤング、お、こんばんは。先週宮本裕子さんについて語っていましたが、くるくる読めないの土足で踏み込むとあまりいい印象はなかったのですが、イサミさんは人としての裕子のどこが好きですか。おお、答えづらい質問。何度もです。悪い意味では全然言ってないよ。うん、多分悪い意味ではないでしょうね。あ、なるほどね。空気が読めないって言ったかな。言ったような気がします。なんか宮本さん、でも宮本さんそもそもそれも含めて楽しい人だからね。ああ、自由人だからね。まあ確かに、かそんなイメージありますよ。なんか、うん、もうそこがでも好きなところだけどね、はい、逆に言えば。ああなるほど。やっぱそういう人たちがなんか自然と人を引きつけますもんね。あ、そう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 、なんか結局宮本さんの周りって人いっぱいいるからね。そうですよね。なんか宮本さんのことが好きな人もいっぱいいる。なんかそれこそなんかバイカーの会とかなんかああいうのもやってますし。そう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 、だからすごいアクティビティなんだよ。だってあの DDT の真央くんとかそれがなんかね、真央とかそれとか、うん、だからみんなバイカーはね、はい、バイク持ってるプロレスインディ選手なんて、はい、みんな宮本さんを好きで。ああまあ多分うちのリーダーシップあるんだよね。ああやっぱなんか変な話だから、そのやっぱそのちゃんとそのなんかそのなんか言い方ですけど、なんか不良やってた時からそのそういうリーダーシップとかやっぱそういうカリスマ性があったんでしょうね。なんか多分そうだと思う。ええ、うん、今のはやっぱカリスマ性はあるなと思うもん。いやそうっすよね、宮本さん。あれだなぁと。そういうことですかね。まあそんなどうですかね。いやいやいや、あともうプロレスに関しては天才です。はい、もう本当に先週も言ったけど本当に行く。あのちょっと冷ましてからですか。ダメですか。ダメでしょ、焼きそばだよ。あ、これ焼いたそばを冷ますってなんだよ。これに弱いぞ。よし、じゃあちょっと待って、ね、じゃあね、ちょっと行くよ。ちょっと、ね、ちょっとあのせめてこれをこっち近くに置かせます。ああ、救急車が準備してる。もう、やってくれるんだ。そんな機能があるんだ、すごい。いや、もう、しゃ、室井先生、すいません、室井先生。おお、見ながら経過。すげえ緊張するな。しゃ。ちなみに、はい。2分超えたらどうする？ 2 分超えたらどうしましょう。どうしよう。2分超えたらのバッ…2分超えたらさ、はい、俺繋いどくからさ、はい、お前そこで、はい、そこのセブンでビール買ってきて、はい、一気飲みしろよ。おー、あれよし、絶対2分超えられますぞ。よしよし、わかりました。私買ってきます。あ、用意しようとしてる。じゃあ2分超えたらお願いします。はい、はい、いやー、いけるかなこれ。いくよ。はい、ちょっとこれつけたほうがいいですかね。つけたほうがいい。どちらでも、まあまあいいよ。つけなくてもいいよ。あの、そのほうが自分にとって有利なの。まあ、ちょっと待って。じゃあ、いきますか。お茶は大丈夫？蓋開けてないけど。あー、開けとこう。いきますよ。はい、よーい、スタート。あほおい、出だし悪いって。出だし悪いって。おお、いや、すごい。あ、中継いいですね。20秒経過です。普通に考えたらちょっと無理なんじゃないかなっていうペースだけどね。30秒経過。あ、いけるんじゃない？戻した。この
これが無音で行われてるのがすごいね。熱っこれ。熱っ。無音なんですよ。いやこっちも熱いんだよ。すげえ。この部屋内が今熱い。1分です。お、半分は超えたな。あと45秒。あー、ギリだね。ギリいけるかいけないかだね。いけないでほしいな。あー、その時間は結構タイムロスだったんじゃないか。あと30秒です。おい、行くな。30秒。これもだよ。そこにこぼれてる、それもだよ。あと20秒。おっ、10 9 7 6 5 4 3 2、まあいいでしょう。はい、食べたことにしましょう。あの、あっちあの、今ね、いや、2分ってちょうどよかったんだな。ちょうどですね。ああ、いや、一瞬最初1分って言うんですけど、あ、これ1分無理だって。うん、多分普通のペヤングやったらいけたんですよ。逆にあのカップのね、はい、これ8、あとねあと、あ、確かにこれ焼くと普通のペヤングで結構おいしいかもしれないですね。やっぱ、あ、本当、やっぱ焼き目とかついたりとかして、ああ、あとそれがついてすごいいいって感じの。あ、じゃあこれいる。あとこのサイズ、まあ、あのペヤング以外も使えるから、まあいいかなと思いながら、まあ、焼きそば以外もね、焼けるわけだからね。まあ全然ホットプレートですからね。はい、今ちょっとこれまでちょっとある言葉出かけましたけど、卵焼きなんかこうだし巻き卵とか、ああ、できそうですね。これちょうどいい。ああ、いいっすもんね。ちょうどいいサイズ、だし巻き卵。ええ、これも確かにね。まあ、ちなみにこれおいくらなんですか。だから確かにたまになんかドンキで見てた気はするけど、安っ。あ、2000の物件。あ、安っ。めちゃくちゃ安い。ちょっと待って、これ1000円なのよ。はい、あのレンタルとあれで、はい、元取ろうとしてる。元取ってからちょっと儲けようとしてる、はい、だってペヤングの超大盛りが、大体250円でしょ。250円、だから300円と考えて、はい、で700円上がりがあるから、はい、あと3回そうですね、あと3番組が3回じゃん、4回でもうプラス200円、はい、なるほどね。あと3番組やったら、はい、もう200円上がりが出るから、はい、だからもうそっからはもううわうわですよ。うわうわですね、これは。はい、おー、きったね、マネージャーが。いやー、なるほどね。あとね、やばい。見るんじゃなかったね。見るじゃん、なんか。そんなの知るんじゃなかったね。これ、我々消されますよ、これ。いやー、悲しい気持ちになってしまって。そうだね、消されるかもしれない。待って、やけどした、完全に。最初のファーストインパクトで、あのここの裏をビャーって言って、あの一緒に出したじゃないですか、あれ。はい、あのもう口紅当たった瞬間に、爆ブワーって出たから、あの全体がもうやめろ死ぬぞって言って、バーってなんかこう拒否反応を起こしたんですよ。熱っ。お便り来ないと思ったら、そうだ、はい、10月15日、はい、アズエリプロレス祭りです。ああ、そうですね、すっかり、はい、はい、そちら出してもらいますかね、ドンってね。はい、はい、10月15日アズエリプロレス祭りでございます。15時会場、15時半、セレモニー18時ゴングでございます。さあ、対戦カード、はい、小高勇、佐賀と、藤田茜 VS、伊藤隆二、上谷秀吉、宮崎由紀となっております。ちなみに、この後メインで中津亮太選手も出るんですけれども、はい、この日、はい、この後、はい、クラッチ開けます。はい、そうそう、はい、我々ね、はい、開けます、はい、のでアズーリのスタッフは基本来るようにしてください。大会終了後には、はい、はい、皆さん来てください、はい、何時ぐらいなのかな打ち上げをそこでしますので、はい、はい、ぜひぜひ、
はい、一銭も盛りませんけど、はい、ちゃんとラストが長い僕のお店なんで、はい、はい、アズニュースタッフがね来てくれるんで開けますけれども、はいはいはい、ぜひぜひ。これがメインイベント、男子メインイベントですね、はい、橋本大地、増田隼人、中津亮太 VS スーパータイガー、青木優也、朝日しおりとなっております。はい、というわけでですね、はい、もう残りも 5分となりましたけども、はい、そうですね、はい、もう今さっきは見て、あの大日本さんもやってるじゃないですか、はい、誰か大日本選手この早食いチャレンジしてくれないかな、これで。それこそなんか上谷さんとか誰が出てるのか分かんない、今大日本なん早食い、みんな早そうだな。でもね、はい、あのレフリーの、はい、中谷さんですか、中谷君がやってる。ああ、でなんかゲスト大日本選手がゲストが来たり来なかった。ああ、じゃあ小林にやってほしいなやってほしいですね、うん、なんなら小林さん、あの2個やってほしいですね今でも早いのかな、どうなんけど、確かに早食いと大食いって別ですからね、小さいだけど、うん、その数多くと早食いってやるとこう中谷君、あ、これ各団体にすればいいんじゃない。ああ、いいですね、各団体対抗でタイムアタックしたらもうアズーリにもう金がバンバン入るそうですね、もうアズーリがバンバン、もうバンバンで、一番早かった人はすごい冷たい目で見るじゃん、ええ、そうですね、今僕も今こうなんとか目そらしたんですけど、目そらしたよな、今なんか本当に氷のような目でなんかあれ俺ら今だいぶ出現したと思ってああこれ各団体対抗にしてもらいたいですね、はい、それこそプロミネンス赤根さんにやってもらって、はよ早くなさそうタイムアタック、あ、タイムアタックの方がいいですね。あー、だってジェミー・バサラは2分、まあ2分または1分58秒え、刻みましょう1分58秒1分58秒でどうします、これで大日本って言って上谷さん出て1分ぐらい食う、上谷さん、いやでもなんか食いそうじゃないですか1分ぐらいで。いや、なんかみんなちょっと冷やしてから食うような気がする。いや、そうっすね、うん、だって昔あの牛丼10秒チャレンジってあったの知ってます？うんうん、牛丼並で10秒で食うっていうあったんですよ。あれすげえなと思うんですけど、よく見たらあれ牛丼を冷やしてしかも生卵2個入れてるんですよ。ずるい、それずるじゃんと思って。ずるだよねこんなに汗だくでヤング食ってんだから、ねね、ちょっと他の団体の方もお願いします。顔テッカテカわしいこんなに汗だくでヤング食ってんだから、ね、今日の晩ご飯終わりですね。いやでもそれはちょっと悔しいんで、あのなんか帰ってまた何か食います。あ、そうですよ、はい、どん兵衛です。1000キロカロリーに足りないでしょ、はい、あともう800キロカロリー欲しいんで、はい、ちょっと帰ってどん兵衛食います。あ、俺来週はラジオお休みですかね。あ、そうだよ、僕も確か来週クラッチ、はい、私来週グレートです。あ、そうか、イーサーさん、いよいよグレートに。いよいよグレートに。進出してきます。あなたはヤンキー二条拳銃で。はい。はい、いやいいっすね。というわけで、はい、次回、バサラは、7日土曜日、王子三工業になっております。はい、三工業とも、全力で皆さんを楽しませますので、ぜひとも、はい、ご来場ください。お願いします。お願いします。来週お休み16はいけるかな、多分僕もいきます、まあ、大丈夫だね、はい、まあ間違いに死んでますけど、アズリの後のアズリクラッチの後なんで、あ、アズリクラッチの後だね、はい、まあ多分、まあ、でも逆に言えば逆にまあ昨日後の感想すぐに言えますもんね、映像とか出たりしないと分かんないし、まあまあまあそうですね、あったらいいですよね、それで、ね、なんか大事ですもん、先にあれですけど、はい、いいですね。じゃあ、アズリコ、7日が、王子山工業を、はい、14日、馬さんのところの群馬の群馬大会がありまして、はい、なるほど、そんな翌日が、はい、アズリ工業からの、クラチプロレスリングアズリ、プロレスリングアズリ、打ち上げをアズリでね、はい、行います。はい、普通のお客さんも全、はい、お客さんもぜひね、来てください、ね、いらっしゃいください、はい、なんか本当にその打ち上げでなんか貸し切りみたいな雰囲気、みんなで打ち上げしましょう、はい、しましょう、ぜひぜひ来てください。というわけで、アズエリープロレスとプロレスリングバサラ、よろしくお願いいたします。お願いします、本日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週、来週